どうも、杉山です。ムーミンです。バカって芸人です。じゃあ、湘南で女の子を見つけました。今回、水着の面積狭い80年代、90年代アイドル低学歴説を検証してまして、お姉さんの水着探すの苦労したんですよ。お姉さんの場合、バッチリ着てるか、全部着てないか、どっちかばっかりですから。これ、スクール水着ですか？場所もなんか、校舎の屋上のプールで撮ったみたいですね。うちの高校はプールないんです。水泳を習うのも、中1の時の水泳合宿の時だけですから。はい、シット出ました。高校にはプールがなくて、中1では水泳合宿ということは中高一貫校ですよ。お姉さん、出身はどちらですか？生まれは鹿児島なんですけど、高校は東京です。水着の面積広いから高学歴。あとお姉さんの場合、眉毛が太いのも高学歴の証。ということで、東京の偏差値高い中高一貫だな。つくふ、お茶女、大院、女子学院、豊島が丘女子、慶応女子、いっぱいありますよ。驚愕のつくふはないやろな。なんで？驚愕の女子は脇の下こんなにモサモサさせんやろ。モサモサなんは女子校だけ。モサモサ言うな。お姉さんはきっと何か主義で伸ばしてるんですから。お姉さん、通っていた高校はどこですか？女子学院高校です。出た、 JG。 女子学院高校、東京の偏差値ランキング6位。女子校ではお茶女、慶応女子とでビッグ3ですね。東大に22人、卒業生の半分以上が早慶上理 ICU に受かってます。まさに水着の面積が広いことは高学歴の証、説立証。勝利のおたけびじゃ。ホラガイを鳴らせ。やめろお前、ホラガイはやめとけ。チャンネル登録、高評価、概要欄から Twitter のフォローも絶対よろしくお願いします。